Good morning, everyone. Welcome to this use case workshop for institutions in Japan, organized by Chorus with the help of Kino Kinea. Thank you very much, everybody, for attending. And the rest of the session will be in Japanese. My name is Mark Robertson. I am the Chorus director in Asia Pacific and look after Chorus's interests in Japan. So without any further ado, I will now introduce you to Susumu Seki from the Information R&D and Strategy Headquarters in Riken, who has very kindly agreed to moderate this workshop. Thank you very much, Mr. Seki.私、理化学研究所の情報システム部の関と申します。理研は、実は、図書館は情報システム部の中に入っておりまして、でも今、そういった関係の、今回の、コーラスに関係するような形のことも仕事としてやるようになっておりまして、もう今日皆さんと一緒に、勉強できたらと思っております。で、まずはじめに、注意点でございますが、本日のイベントについて、本イベントは録画を行い、後日コーラスイベントサイトにて資料と動画を公開いたします。それから、質疑応答についてですけれども、各機関様よりユースケースをご紹介いただいた後、皆様からのご質問にお答えする時間を設けております。あ、そうですね。Before, okay, thank you. 皆様からのご質問にお答えする時間を設けておりますので、ご質問はチャットにてお寄せいただきたいと思います。その際、チャットの宛先は、全員と言います。これは、グループ、ミーティンググループチャットという宛先の方にお願いいたします。個別の方への、講師の方へのご質問であったとしても、例えば文面の方にそれを書いていただけたら私の方で読ませていただいて判断いたしますので、全員が見える形にしたいので、そちらのミーティンググループチャットでお願いいたします。で、ご質問チャットでいただいて、その時に時間とかが足りなかった場合とかはまた後日、イベントサイトで回答を掲載する予定です。では、Thank you。じゃあ、タイムプレッション、まず、コーラスダッシュボードのご紹介ということで、紀ノ国屋書店の、神野さんから、ご発表いただきたいと思います。神野さん、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介いただきありがとうございます。紀ノ国屋書店の神野と申します。本日はお忙しい中、皆様ご参加いただきありがとうございます。まずは資料を共有させていただきます。こちら見えておりますでしょうか。あ、はい、見えております。はい、ありがとうございます。では、私からはコーラスダッシュボードサービスの概要についてご紹介いたします。まず、コーラスはオープンサイエンスを支援する米国非営利団体フォアインクが主導するコミュニティアプローチです。研究機関が助成を受けた研究成果、オープンアクセスコンテンツ、データセットをモニタリングするためのシンプルかつお手頃なソリューションを提供します。コーラスは2013年の設立以来、オープンリサーチを実現することに専念してきました。助成機関、出版社、研究機関といった主なステークホルダーが OA コンプライアンスを拡大するための支援としてどのような活動を行っているのかご紹介いたします。まず出版社サイトでのオープンアクセス出版状況をモニタリングしています。その出版論文と外部ポータルや助成金情報等をリンクさせ、さらにデータセットと出版論文を関連付けます。そしてオープンデータに関する測定基準の開発に取り組み、メタデータの接続と改善に関するオープンサイエンス実現のための試験プログラムの実施と参加を支援します。コーラスはダッシュボード、レポート、
API をステークホルダーに提供。こちらで挙げたようなトピックに関するウェビナーやミーティングを開催し、関係者が互いに学び、信頼関係を築くことができるよう日々努め、メタデータの改善を支援しています。皆様のご所属機関では、助成を受けた研究成果をどの程度把握されていますでしょうか。助成を受けた研究からどのような論文が発表されましたか。それはどの雑誌にいつ掲載されましたか。その論文は出版社のプラットフォームで助成機関が求める要件の通りにオープンアクセスになっていますか。研究管理システム上のメタデータは正確ですか。論文、研究に関連したデータセットは入手可能ですか。保存場所は特定できますか。コーラスではこのような疑問に答えるため、確立された既存の技術基盤と提携することで正確なデータを提供しています。そのワークフローについてご紹介いたします。まず、助成を受けて出版された論文や会議録、書籍について、資金提供団体の名前や ID を含むメタデータをクロスレフと JALC からコーラスのデータベースへインポートします。次に、収集したメタデータへ、ROA ID、ORCID ID 等の識別し、データセットへのリンクなどを、情報を追加していきます。次に、研究成果がオープンアクセスとなっているかどうか、コーラス独自ツールの MPAA、APAA、そして GetFTR、AmpayWall を使用して確認します。最後に、機関と研究成果を紐付けし、ダッシュボード、レポート、API を通して助成機関、研究機関、出版社へ提供します。こちらはアイオワ州立大学のダッシュボードの事例です。大学のデータの統計情報や推移が一目でわかるようになっています。2021年4月に全ての出版社の助成対象の研究を取り込み始めたときと、2022年4月に機能を向上させた時のデータ間に大きな差があることにご注目ください。こちらもコーラスの取り組みによるものです。ダッシュボードのトップ画面を下にスクロールすると、トップエージェンシーズという項目で助成機関ごとに資金提供を受けて出版された論文数が表示されます。AMED や JSPS、JST をはじめとする日本の助成機関も該当があれば表示されます。コーラスではオンラインで提供するダッシュボードやレポート機能からデータを入手することが可能です。こちらの画面は右上のメニューからデータをクリックすると表示される画面になります。Yes にある連番をクリックすると論文の詳細情報を確認することができます。右上のメニューからレポーツをクリックすると、プルダウンから各種レポートを取得することができます。こちらが前のページの連番をクリックした後に表示される詳細画面です。黄緑色のアイコンが ORCID ID のリンクです。さらに表を右にスクロールすると、データセットや論文が閲覧できる外部ポータルへの URL を確認することができます。こちらはコーラスダッシュボードの価格体系となります。大学や研究機関に関しては、年間出版論文数に応じた3段階のサイズをコーラスにて判定し適用いたします。企業に関しては個別にお見積もりいたします。ご契約初年度は年間利用料金に加え、1000ドルの初回設定料金をいただきます。記載の価格は2024年価格となりますのでご注意ください。ご覧のように小規模な機関にとっては低コストでシンプルなソリューションであり、大規模な機関にとっては第二の情報源としてご活用いただけることを想定しています。論文データのみならず、データセット等コーラスが機関向けに提供するデータは幅広いものとなっています。最後に、6月に行われるイベントのご案内を少しさせてください。
6月20日、ジャパンオープンサイエンスサミットにて、科学技術振興機構 JST 様と共催で、研究データのオープンアクセスをテーマにオンラインフォーラムを開催いたします。事前の参加登録が必要となりますが、ご参加は無料です。お申し込みは、ジャパンオープンサイエンスサミットのウェブサイトより、専用フォームにて受付中です。皆様のご参加をお待ちしております。以上をもちまして、コーラスのご紹介を終了いたします。お見積もりのご依頼やご不明点などございましたら、お近くの紀ノ国屋書店営業所か、ジンの、またはコーラスのマーク・ロバートソンまでお寄せくださいませ。紀ノ国屋書店では、情報発信サイト、教育と研究の未来にて最新情報をご案内しております。コーラスのサイトでは、最新情報やイベントについてご案内しております。ぜひ、こちらのサイトもご注目ください。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。では引き続きましてユースケースのご紹介の方に移っていきたいと思います。まずは、千葉大学、附属図書館、利用支援企画課の小林様、お願いいたします。はい。声聞こえてますでしょうか。聞こえてます。はい。それじゃあ、千葉大学、附属図書館の小林から、コーラスダッシュボードの活用ということで、基幹リポジトリにおける活用事例を紹介したいと思っております。モニタリングツールという紹介がありましたので、ちょっと変わった利用方法をしているかもしれません。はい、本日はだいたいこのような流れでお話をしたいと思っています。じゃあまず最初に千葉大学の基幹リポジトリ、キュレーターについて少しだけ紹介をします。千葉大学の基幹リポジトリ、キュレーターはですね、2005年に、正式公開をいたしまして、当初は e リポジトリというシステムを使用していたんですけれども、そこから2016年6月頃に、e-Cats ライブラリーという図書館システム内の、リポジトリ機能にシステム移行しまして、運用をしているというところになります。で、コーラスに関係する部分ですと、2016年のコーラス JST 試行プロジェクトの段階から参加をしておりまして、そのままコーラスダッシュボードを契約して、今でも利用しているというような感じになっています。で、参考までに、千葉大学の基幹リポジトリ、どんなデータが登録されているのかという、ものをお見せしていますけれど、学術雑誌論文とか研究データ、データオアデータセットですね。これが結構ボリュームゾーンとして大きく見えるんですけれども、学術雑誌論文はいわゆるグリーン OA とかよりは学内学会誌のものがほとんどになってまして、研究データの部分に関しましても、植物標本写真の画像データがほとんどとなっておりますので、皆さんのよく想像する研究データとは、ちょっと違うものが入っているような感じになっています。で、千葉大のリポジトリでは2つの登録方法をご用意してまして、1つが教員自身によるセルフアーカイブで、もう1つが図書館員による登録となっております。セルフアーカイブに関しましては、年間数十件程度になりまして、特定の教員、ヘビーユーザーの教員からの登録というのが、多いという感じになっています。で、図書館員による登録の方はですね、既往論文など一括でまとめて登録するような時に使われる機能という感じになっています。はい、それでは本題になりますけれども、基幹リポジトリでのコーラスダッシュボードの活用についてちょっとご紹介をしていこうと思います。千葉大学ではですね、コーラスダッシュボードで補足された論文のメタデータを基幹リポジトリに登録するようにしております。で、こんな感じでですね、DOI を登録して、PDF にアクセスできるような形にしています。で、一応試行的に研究データの情報っていうのもコーラスダッシュボードから取得できますので、関連情報に入れているというような感じになります。で、具体的に、リポジトリにどうやって登録しているかなんですけれども、昨年度までに関しましては、コーラスダッシュボードで、Excel の出力ができますので、Excel で出力、書士情報を出力してきて、ただ、その著者情報っていうのが結構順番が入れ替わってしまっていたりするんですね。なので、ウェブ・オブ・サイエンスの検索結果、直近の千葉大の研究者の論文情報を出力して、で、
Excel 上で整形したりとか、突合したりとかして、基幹リポジトリにすでに登録されてないかとかの重複をチェックして、リポジトリに登録すると、いうような形でやっておりました。で、ちょっと結構大変な作業になってしまうので、今年度は Excel ではなくて調査も兼ねて API を使用して、こうメタデータの整形っていうのを実施しているところです。で、先ほど説明もありましたけれど、コーラスダッシュボード API 利用できますので、API で、データをちょっとメタデータ整形、基幹リポジトリに登録する用のデータに整形しつつ、クロスレフの API を使用して、足りない部分とか、補う、メタデータを補った方が良いところっていうのをクロスレフの API で補って、基幹リポジトリに登録するというような手順を考えております。現状は整形の部分まで終わりましたので、あとは登録するだけという感じですね。で、これが今年やったことなんですけれども、今後の活用の展開についてもご紹介したいと思っております。学術論文との即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針というのが、昨年、出されまして、2025年度から新たに公募を行う公的資金による研究成果を対象として、基幹リポジトリ等の情報基盤への掲載を、義務付けるというものです。で、ざっくり噛み砕くと、サイニーリサーチで検索できるようにすることというような形で書いておりまして、我々がやることとしては、基幹リポジトリ経由で IRDB にハーベストしてもらうという形になるのかなと理解しております。で、ここでは、すでに OA になっているかどうかっていうのは関係なく掲載というふうに理解をしておりまして、で、説明としては、学術論文および根拠データの識別子も可というふうになってますので、ゴールド OA 等ですでに OA になっている場合は、DOI を登録するという形で良いんじゃないかなというふうに理解をしています。で、これに関連しまして、文科省が公募を行ったオープンアクセス加速化事業に関しまして、千葉大学も申請を行いました。で、事業で実施することとして、千葉大学では論文出版情報集約システムというものを新たに構築する予定でおります。で、これは千葉大学の研究者の論文出版した情報っていうのを、各種データベース等から、自動で取得してきて、基幹リポジトリにメタデータをエクスポートするというようなシステムを想定しています。で、セルフアーカイブに関しましては、先ほどもお伝えした通り、現状で件数が少ないので、2025年度以降、劇的に登録が増加するとは思いませんし、教員の負担が増えない別の方法で登録が必要と考えられたため、こういったシステムを構築しようと考えました。で、このシステムのデータソースの一つとして、コーラスダッシュボードを利用する予定でおります。で、API を前段の調査も兼ねてみたいな形で説明しましたけれども、これを構築するため、ちょっと API を使ってみたという感じになりますね。で、それと並行して、劇的に件数が増えないとはいえ、自分で登録される方も勘弁になるように、セルフアーカイブ機能も、回収しようかなと考えております。で、システムの連携のイメージとしてはこんな感じですね。コーラスダッシュボード等から、論文出版情報集約システムに定期的にデータを収集してきて、で、DOI で、メタデータを保管して、基幹リポジトリにメタデータを出力するというような形ですね。で、コーラスダッシュボードをこのデータソースとして使うメリットとしては、助成情報が入っているので、具体的方策に記載されている、研究費で実施された論文を把握しやすいというのがあります。あと、他のデータベースとかも指定すればできるとは思うんですけれども、もともと千葉大学の研究者だけがデータとして出てくるので、その辺も良いかなと思っています。あと、OA かどうかっていうのがコーラスダッシュボード API に情報として入ってますので、ゴールド OA ですでに OA になっているものなどは、そのまま自動で DOI を登録して、で、OA かどうか判断がつかないものは、調査して研究者にアプローチするなど、場合分けがしやすそうかなというふうに思っています。
で、最後に、今後の課題として考えていることとしては、今ご紹介したシステムでは、日本語論文がちょっと漏れやすいなというふうに思っています。で、JALC がデータソースとして追加されたので、今後、日本語の論文もコーラスダッシュボードで補足されていくと良いなというふうに期待しております。また、我々としてやっていきたいなと思っていることとして、コーラスダッシュボードで補足率を向上するためにも、論文投稿時に女性情報を入れていただくよう研究者に広報していく必要があるんじゃないかなというふうに考えております。はい。それでは千葉大学からの事例紹介は以上となります。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。では、引き続きまして、国立研究開発法人、物質材料研究機構、材料データプラットフォームデータ収集ユニットの小野寺様、お願いいたします。ご紹介いただきありがとうございます。画面と音声大丈夫でしょうか？大丈夫です。ちょっと待ってください。表示大丈夫でしょうか？改めまして。すみません。はい。今度ちゃんと、りがとうござ全いま部見てます。はい。す。物質材料研究機構の小野寺と申します。本日はコーラスダッシュボードについて、物質材料研究機構でどのように活用している、あの、ま、活用していく予定かということをご紹介させていただきます。まず、物質材料研究機構。ここからはちょっと略称の NIMS ということで呼ばせていただきますが、NIMS について簡単にご紹介させていただきます。NIMS は国内で唯一の物質材料化学研究の専門機関です。職員数は約1570人で、内訳はこのようになっています。で、本日のお話に関係する、情報として、出版論文数は年に1700から1800本出ています。これは、Web of Science やスコーパスなどの文献データベースで把握できる数になっています。で、NIMS で運用しているリポジトリ、マテリアルズデータリポジトリ、略称で MDR と呼んでいるんですけれども、この MDR は2020年の6月から運用を開始しています。登録については大きくパブリケーション、論文系のパブリケーションとデータセットの2つに分けることができるんですが、先週の時点でパブリケーションが1903件、データセットが12,858件登録されています。この中には前身のリポジトリからの移行コンテンツも含んでいて、現行の MDR になってから登録されたのは、このデータセットの場合、ほとんどがMDR になってからの登録です。パブリケーションについては、まだ、前身のリポジトリからの登録件数の方が多いという状況になっています。で、この MDR の運用担当者なんですけれども、現在9名が関わっています。で、今年の4月から専任の MDR 担当者が1名加わりました。で、それ以外の8名は他の部署との併任です。で、この併任の8名の中には、図書館サービスを提供している3名の担当者も入っていて、そう、私もこの、図書サービス担当と、MDR の運用担当に、入っているということになります。で、NIMS のオープンアクセスの取り組みについてご紹介いたします。NIMS では論文の MDR 登録を2024年から義務化することになりました。で、これどのように義務化するかというと、義務化しますという明文化されているわけではないんですけれども、研究職の業績評価と紐づける、具体的には MDR に論文を登録することで、その業績に対する評価点を付与しますよという運用に変えるということになります。なので、研究職の皆さんは、評価点が欲しければ、MDR に、論文を登録してねという、強制のような義務化を、2020、今年から始めています。で、5月15日時点の登録状況としては、署内でその研究職の業績を管理するシステムがあるんですけれども、その、研究業績管理システムというふうに呼んでいますが、その管理システムに登録された2024年、今年の評価対象となる論文数が617本ありました。で、そのうち MDR に登録されているのが210本で、約34%の登録しかと見るのか、34%もと見るのかは、ちょっと、
歯科なのかなと思うんですけれども、これから年末に向けて、これが100%に近づくように、広報活動を行っていきたいと思っていると、広報活動を行っているところです。で、すでに、先ほど、自分の方もご紹介されましたけれども、ニュースでは2024年から、論文を MDR でオープンアクセスにするということを義務化したんですけれども、国の方針としても大きな動きがあったのは、ここにご参加されている皆さんならご存知の通りかと思いますが、2月16日に統合イノベーション戦略推進会議で決定された学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針の中で、NIMS のその MDR での、論文の連携登録義務化に関わるかなと思うところを赤字でお示ししているんですが、学術雑誌への掲載を即時に機関リポジトリ等の情報基盤への掲載を義務付けるということ、即時ということと、即時オープンアクセスの対象は、査読付き学術論文および根拠データとなっているところが、NIMS にとってはポイントになるかなと思っています。で、即時オープンアクセスに向けた課題として、今は、こういうことがあるなと把握していることが、まず一つ目がエンバーゴです。これはもう、グリーンオープンアクセス、NIMS の MDR では、グリーンオープンアクセスを基本として進めていますので、著者最終稿を登録してもらうことになります。で、そうすると、どうしてもエンバーゴという制限がかかってきてしまうので、即時ということには対応できないんですけれども、即時に OA に対応するには APC を支払うなどの資金的な根拠が必要になりますので、ちょっとこれはすぐには対応が難しいかなと思っています。で、他に課題と、把握していることとして、対象となる助成金情報を把握するということと、論文の根拠データを把握するということがあります。で、この2つについては、コーラスダッシュボードを活用することで対応できるのではないかなというふうに考えています。で、具体的にその方法をご説明しますが、まずその前に、最初に、紀伊国屋の神野さんからも紹介がありましたが、コーラスダッシュボードの構成について、簡単にご紹介させていただければと思います。まず、このサマリーというところから、指標の推移を確認することができます。で、このページ、サマリーのページでは、論文数ですとか、出版社サイトでのオープンアクセス論文の数ですとか、OKIT の ID 数とか、データセットの数を確認を、まあ、あの、えっと、どの、どういうふうに増えているのかという推移を確認することができます。で、キーパフォーマンスインディケーターズでは、その指標について、それぞれどのようなパーセンテージになっているのかというのを見ること、グラフですぐに見ることができます。で、その下のところに、助成機関情報がありまして、先ほどもご紹介がありましたが、どの助成機関から、資金を得た論文が何本出ているのかという本数を、ここで確認、件数をざっくり確認することができます。で、さらに、今、先ほどまでお示ししたのは、このサマリーというメニューなんですけれども、その隣にあるデータというところから、さらに詳細なデータを確認することができます。NIMS のダッシュボードの場合、2024年5月20日時点で、1740の論文がダッシュボードで補足されています。で、この1740という数字をクリックすると、その個々の論文の詳細情報を確認することができます。で、ダッシュボードの、データ詳細の中で、先ほど課題として挙げていた、助成金情報の把握ということを、このダッシュボードのデータから確認できるかなと思っています。ダッシュボードの中には、ファンダーズという項目と、グラント ID という項目があって、それぞれどの助成機関から、どういう助成金、助成金の番号を、の論文、助成金が、この論文に関連しているのかということを把握することができます。で、助成金の情報は文献データベースでも調べることができるんですけれども、文献データベースから、エクスポートできる助成金の情報は、論文の社字のところのテキストがそのまま抽出されていることが多いと思うんですけれども、その期間名、助成期間名とグラント ID、
ID を、仕分けするっていうのが結構難しいのかなというふうに感じていますが、コーラスのダッシュボードのデータを使えば、このファンダーが、何なのかということと、ID が何なのかということが、もう整理された状態で、活用できるので、まあ、役に、役立てられるのではないかなと思っています。で、もう一つ、課題として挙げていました、論文の根拠データの補足についても、ダッシュボードのデータを使えたらと思っています。ダッシュボードのデータを、右にスクロールしていった画面をここにちょっと順番に貼っているんですけれども、一番左のところにデータセッツ、ベータという項目があります。まだちょっとで、ベータ版のようなんですけれども、その論文に紐づいている、DOI のあるデータセットが、まあ、ここで補足されています。で、この、データセットの情報を、まあ、論文に紐づく、あ、論文の根拠データとして、まあ、確認することができるかなと思っています。ちょっと、全部調べたわけではないんですけれども、このデータセットのところに、出てきている DOI の情報、データの DOI の情報については、論文中では言及されていないんですね。ここの DOI の、まあ、文字列を、該当論文の HTML とかも PDF の中で文字列検索しても、この DOI がヒットしてこないんですね。なので、まあ、コーラスの仕組みを使って、このデータセットっていうのが把握されているようなので、まあ、ちょっとこれはコーラスのダッシュボードでないと把握できない情報かなと思って、まあ、ぜひ活用したいなと思っているところです。で、NIMS の、今現在は、ダッシュボードで補足されている1700論文中、1740の論文の中で、224の論文にデータセットが補足されています。で、まあ、これは5月20日時点の情報なんですけれども、サマリーのところのグラフで見ると、このようになります。サマリーのグラフは、特定の指標だけを表示するということもできるので、ここでデータセットの推移だけを、お示ししているんですけれども、まあ、順調に補足件数が増えているのがわかるかなと思います。で、この224論文のデータセットの内訳なんですけれども、1つの論文に複数のデータセットがくっついていることがありますので、件数としては503件の研究データがコーラスのダッシュボードで、把握することができます。で、登録付けのトップ10をここに整理したんですけれども、1番と2番については結晶構造のデータベースです。で、あとゼノ島であったり、フィグシェア、メンデレーデータ、ハーバードユニバーシティなどがありまして、まあ、すでにこういうところで公開されているデータについても、MDR に登録してもらえませんかということでアプローチしていきたいなとは思っているんですけれども、まあ、ここでちょっともう一つ問題になるのが、政府の方針では根拠データ、論文の根拠データというふうに、まあ、書かれているんですけれども、これが、根拠データなのかどうかというところまではダッシュボードではわからないので、まあ、根拠データなのかどうなのかということをどういうふうに判断するかというのは、ちょっとまだ今後の課題かなというふうに感じています。すいません。で、大変便利に活用させていただいているダッシュボードなんですけれども、もう少し、こうなったらいいなということを、今日ちょっとこの場でせっかくなのでお伝えさせていただきたいと思います。まず、網羅性と補足タイミングなんですけれども、網羅性をもう少し、網羅性がもうちょっと向上するといいなということと、ダッシュボードで補足されるタイミングがもう少し早くなればいいなと思っています。2023年の NIMS 論文について、コーラスのダッシュボードで補足されているのは1148報です。一方で、ウェブ・オブ・サイエンスで検索すると1638報が出ていることになります。で、まあ、速報性の方についても、2024年分の NIMS 論文について、今の時点でコーラスで補足できているのは473報で、ウェブ・オブ・サイエンスでは477報なので、補足性については、文献データベースとそんなに変わらないのかなと思っています。あともう一つ、これちょっと切実なんですけれども、エクスポートを、データを、Excel の形式でエクスポートできるので、まあ、そのデータを、分析に使っているんですけれども、日付データのフォーマットが、月、日、
年というふうになっているんですけれども、このままだと Excel のフィルタでうまくフィルタがかけられないので、ぜひ、年、月、日っていう形式にしていただけると、データがさらに扱いやすくなってありがたいなと思っています。はい、NIMS からのご紹介は以上となります。ありがとうございます。どうもありがとうございました。では、最後に、国立研究開発法人、国立環境研究所、オアシス様、お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。画面共有いたします。画面の方共有できておりますでしょうか。はい、共有できてます。全画面にはなってないですけど、これでよろしいで、あ、なりました。ありが大とう丈ご夫ざいでましょうす。か。ありがとうございます。はい、はじめまして、私、国立環境研究所の、オアシと申します。本日、10分という短い時間になりますので、ざっと、弊社での活用方法などをご紹介させていただければと思っております。で、本日の内容、このようになってます。まあ、最初にちょっと、弊社のご紹介させていただきまして、その後、実際にどのように使っているのか、分析例などお見せできればと思います。国立環境研究所なんですけれども、茨城県のつくば市にある環境省所管の研究所となっております。2015年に法改定があって、国立開発法、研究開発法人の、まあ、一つとなりました。で、まあ、弊社のですね、中長期計画の中にですね、まあ、こちら一番下のところにございますけれども、まあ、環境情報の収集整理及び提供並びに研究成果の普及というふうになっておりまして、まあ、さ、あの、昨今ですね、即時 OA の件がとても話題になっておりますけれども、まあ、弊社ではもう以前からですね、この研究成果の普及といったところをですね、非常に力を入れておりました。で、こちら、平成29年に、データ公開に関する基本方針というものが定められまして、ま、国全体のですね、研究成果の最大化に資するような、研究データの公開に努めることを、ま、研究所の方針としてもおります。それではですね、ここから、オープンアクセス実態の把握のための調査についてご紹介させていただきたいと思います。弊社では2017年より研究成果がどのようにオープンになっているかっていう調査をですね、行っております。こちら環境情報部という部署の方で行っています。で、2017年の時点では、まず最初にですね、研究所の、まあ、研究成果情報をこう取り出してきて、そこからこうオープンになっているかどうかをこう手作業でさ、探るっていう、まあ、非常に膨大なこう労力をかけてやっていたんですけれども、まあ、徐々にですね、文献データベースのオープン情報だとか、それからコーラスの情報なども使って、随時ですね、このようにこうモニタリングをしております。で、最新のものとして、昨年末にですね、モニタリングした結果を所内で報告したりもしております。で、このオープン化の調査において、やはり何が知りたいのかといったところなんですけれども、これはどこの、機関様でも同じだと思いますが、まず研究者の方が、まあ、どんな資金を使って、まあ、どんなところで、どうやってオープンアクセスにしているのか。まあ、これらをですね、まあ、網羅的に知りたいなっていうのがおそらく、多くの、まあ、図書館とか機関リポジトリのご担当者の方の、まあ、ご関心ではないかなと思います。こちらは私自身も調査などをですね、やっていく中でどうやって調べればいいのかなっていうところから調べるみたいなところをですね、始めました。で、ところがですね、弊社の場合、研究助成資金の管理は、まあ、企画部門でやっています。で、企画部門でデータベースを作っていて、で、研究成果、まあ、論文等の情報はですね、企画部門と情報部門が一緒に作っているデータベースで管理しています。で、DOI の付与なんかは、こう、情報部門で、
やっているんですけれども、まあ、例えばオープン化どのぐらいされているのかとかですね、どんなライセンスでオープンになっているのかといったところまでは、署内の情報では入手ができませんでした。ですので、まあ、データベースが分散しているのにプラス、まあ、さらにその先を行った情報がなかなかまとまったものが見つからないというですね、悩みがございました。そこで、まあ、いろんなデータベースを使いながらやっていたんですけれども、まあ、現在、主に使っているものとしては、まあ、署内で構築しているデータベースと、それからスコーパスですね、の情報、それからコーラスダッシュボードを使って、オープンアクセスのですね、まあ、弊社の特に特徴を捉えるような、活動をしております。で、ここからはですね、千葉大学さんや、ニムスさんは、機関リポジトリとかですね、署内で、こう、運用しているデータベースとの、このか、なんて言うんでしょう、こう、運用の方法といったところをご紹介されておられましたけれども、まあ、この、弊社からはですね、少しこのコーラスのデータを使って、ダッシュボードでは、こう、パッと出てこない、分析例などをお出しできればと思っております。で、ダッシュボードで得られるデータとしては、まあ、このようなデータです。まあ、DOI、論文の DOI から始めまってですね、まあ、助成機関の情報だとか、掲載ジャーナル、それから、研究データの情報なども、まあ、補足できるといった点がですね、先ほど小野寺さんからもお話があったかと思いますけれども、まあ、こちら非常に、ありがたいデータだと思っております。で、まあ、コーラスのデータの、まあ、特に構造的な特徴としては、このエージェンシーの情報、それから論文の情報、データセットの情報、これらを、一つのですね、フォームで見られるといったところが非常に大きいかなと思います。まあ、学内でいろんな研究成果の登録をしてくださいというと、まあ、それぞれバラバラで登録がされてしまうかと思いますので、なかなかですね、現在、話題になっている特上へのように、まあ、この期間から出ている査読論文はオープンにしてくださいとかってなると、まあ、その関連性がですね、見つけにくいということで、まあ、どの論文が対象になるのか、どのデータセットをオープンにすればいいのかっていうところまでですね、補足しにくいといった点がありますので、その点良いかなと思っております。で、こちらがですね、弊社で、ちょっと出したものなんですけれども、まあ、弊社のデータで出しております。論文出版の、ライセンス情報のですね、まあ、どんなライセンスで論文をオープンにしているのかっていう、情報です。で、まあ、2015年も今から10年前はですね、やはり、出版社のライセンスに沿って論文をオープンにしていたんですけども、まあ、近年は、クリエイティブコモンズでですね、オープンにしているところが多いなという印象があります。それからこちらは根拠データの、ライセンスになります。で、やはり、クリエイティブコモンズ多いんですけれども、このようにですね、リポジトリ、まあ、登録したリポジトリの、ポリシーをですね、適用して、使っているところも、データも多いほか、まあ、独自規定ですね、そういったところもあります。ですので、意外とですね、やはり研究データのライセンスに関しては、論文に比べると非常に多様であるということも分かりました。それからですね、こちらが論文出版と根拠データの DOI の付与なんですけれども、まず、コーラスのデータでですね、まあ、弊社からどんな、出版社から、論文が発表されているのかというのがですね、こちらの表になります。そうすると、まあ、エルゼビアとかシュプリンガーとかワイリーといった大手の、出版社から出ているものが多いとなってます。で、ところがですね、根拠データにちゃんと DOI を付与した論文がどのぐらいあるのかっていうのを見ると、エルゼビアの論文に関しては非常にですね、論文数多いんですけど、DOI にちゃんと、根拠データに DOI を付けた論文はとても少なくなっていまして、で、逆にですね、コペルニクスという、こちらは、もともと、まあ、論文の方もオープンアクセスが非常に、進んでいる出版社さんではありましたけれども、まあ、こちらの論文がトップに来ているということで、まあ、論文の、掲載状況というのと、
根拠データの、DOI を付与してこうオープンにしたりっていうですね、その流れというのが、少しですね、やはり違うのかなということが、こちらの2つの情報から分かってきました。ですので、出版社ごとの研究データの取り扱いの違いにも留意が必要かなと考えております。そしてこちらがですね、資金提供元の、論文数と、DOI 付与の論文数になるんですけれども、資金提供やはりですね、JSPS とか、文科省とかですね、それから、弊社の場合は環境省からの、資金が多くなっております。で、ところがですね、根拠データの資金提供元のその DOI の、数を見ますと、NASA とか EU とか海外のファンドで、使ったものが多くなっています。で、そう考えると、今後ですね、国内のファンドでも、即時応援の関係で、方針がどんどん、こう、やはり国内で得た、その資金に関しても、オープンにしていきましょうというのが進んでいくと、かなり弊社の場合には課題が大きいかなと思っております。ですので、国内の、ファンドで、行われた研究の補足と、それから研究データの公開、このあたりはですね、特に今後注視していかないといけない点かなと思ってます。で、おそらく海外のファンドに関しては、国内のものよりやはり方針などが先に定められていたということもあって、先にこういった結果が出ているのかなと思ってます。で、最後にまとめをさせていただきます。コーラスのダッシュボードのメリットとしましては、次期間で構築している情報だけでは補足できない情報を横断的に俯瞰できるっていうのが強みかなと思います。特に分散管理されてしまっている次期間の研究成果情報の補填ができるという点は非常にメリットが大きいです。また、研究助成機関ごとの成果の公開状況が確認できますので、即時応援や DMP ですね、研究データ計画等の作成への対応の準備などでも、活用が今後期待されるかなと思っております。それから、ライセンス情報も、確認できるといった点で、研究者の方のニーズを知るといった点でですね、今後の研究成果のオープン化の促進に活用したいなと思っております。で、ただですね、弊社では、コーラスのデータというのはあくまでオープンアクセス、それから DOI の付与等の、実施状況をモニタリングするために使っています。ですので、それを使って今後、各助成機関の方針だとかですね、政策方針等にどのように、対応していくのかといったところはですね、今後の、弊社の課題となっております。また、研究者のニーズを鑑みて、スムーズな、情報基盤構築などもですね、していく必要があります。ですので、このあたりもですね、研究サイクルやニーズに合わせた研究成果のフローをですね、モニタリングの結果などをもとにですね、考えていきたいと思っております。また、非公開成果の、公開促進ということで、やはり機関リポジトリを使ったグリーン OA なども含めて、様々な手段によるオープン化、またそれにより、ちゃんと遵守ができるのかどうかといったところもですね、今後の課題になってくるかと思っております。それでは、短い時間でしたけれども、ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。以上で、今回の、皆様のご発表は、となりますが、現時点で、チャットの方にどなたも、書いていらっしゃらないので、もし、チャットの方ではなくて、挙手していただいたら、音声の方で、ご質問していただいても構いませんので、ご質問ある方は挙手の方をお願いできますか。では、ちょっと私の方から、今回、3つの機関の方々にご発表いただいて、それぞれが、オープンアクセスという意味では、先導的な立場で動いてらっしゃって、千葉大ですと、リポジトリの初期
それから、データベース、物質のデータベースということで、それから環境の方も、そもそも機関がオープンアクセスということが、まあ、機関としても求められているということで、非常に勉強になりました。その講師の方々でお互いに何か気になってご質問したいということはございますでしょうか。まあ、それでもあれでした。じゃあ、ちょっと私の方で、まず、千葉大についてご質問したいんですけれども、今回、まあ、常にこう、コーラス使って、例えば、業績を把握したりとか、そういったことを、あ、すみません。ちょっと今質問来ましたので、先にそちらの方を押してしまいますね。少々お待ちください。データセットの情報はどこから入手されているのでしょうかというのは、これはどなたに対する質問ですかね。これはあれですかね、コブラスについてですかね。こちら、ジンノさんのデータセット情報についてはどちらから入手でしょうか。はい。ちょっとマークに聞きたいと思います。はい、マーク ?Yes。マーク、are you there? Yeah.We yep. have a question. A customer would like to know where Chorus gets the information of data sets. So we get the data sets that are, the links are included in the journal article, and then we check with Scholar Explorer through DataCite.And we will be adding other links at a later stage. But at the moment, it's data site, data sets. Okay? Yeah. はい、ご質問の件ですが、データはですね、論文に書かれている、まあ、リンクももちろん参照しているんですけれども、現状、Scholar Explorer、すみません、ちょっと。スコーエクスプローラーであってますかね。こちらをデータサイトを利用して、そちらから論文情報、論文のデータセットの情報を入手しているということです。ご質問のお答えになりますでしょうか。もしまた続けてご質問が出たら、再びチャットの方でお願いします。では、次の質問、トライアルはできますかというご質問ですが。はい、ありがとうございます。トライアルに関しましては、可能ですので、まず、お近くの、紀伊国屋書店の、営業所ですとか、あるいは私自身の、あるいはマーク・ロバートソンまで、一度お問い合わせをいただけましたら幸いです。これ、リンク先、これ資料が公開されるから、そこを見たら、定冊そうですね、はい、お問い合わせ先も載っておりますので。あ、わかりました。はい。他にご質問ございますでしょうか。じゃあ、ちょっと、特にないでしたら、ちょっと私の方で質問すみません。まず、千葉大に聞きたいんですけれども、かなりこう API とか使って、非常にこう便利なシステム構築を目指しておられると思うんですけれども、まあ、なんか非常にこう見てて羨ましいなというか、すごいなと思うんですが、そういったことについて、他の研究機関となんか共有していくっていうこととかはお考えでしょうか。ちょっとまあ現時点で、まあ、我々も手探りでやってる状態ではあるので、まあ、ちょっと今のところそこまでは、まあ、本当にただ考えていないという感じで、となにるほど。かく今は今年度中にそのシステムを、まあ、構築しようということで、まあ、いろいろ調査したりとかしているようなところですね。はい、ありがとうございます。まあ、特に、現在、来年度の、オープンアクセス化っていうか、まあ、その後の、根拠データということにも含めてということになるかと思うんですけれども、NIMS の小野寺さんにお伺いしたいんですけれども、もともと NIMS ではこうデータとか公開
積極的にされてたっていうことかと思うんですが、その時にご発表の中でこれが根拠データであるかどうか、コーラスについてっていうことも含めて考えておられるようだし、そこら辺何かご自身の機関でそれが、あるのでしょうか。どういうふうにしてやっていくみたいな方針ですとか、あるいは考え方とか。ありがとうございます。ですね、まず、NIMS がデータの公開を積極的に進めているかというと、現時点ではそうではなくてですね、ちょっと最初のご説明が足りてなくてすみません。データセットがすごくたくさん登録されて、まあ、1万3000件近く登録されてるんですけど、これは、NIMS の中のデータというよりも、NIMS の研究者の方が、まあ、共同研究したりしてる先の、データを登録したものでして、中の NIMS の中の、データがじゃんじゃん登録されてるっていうわけではないのです。すみません。で、わかりました。はい、はい、もう一つ根拠データっていうところなんですけど、今結構多くの論文で論文と まあ、その論文のサポーティングインフォメーションっていう形でまあ、データというか補足情報が公開されていることも多いと思うんですけど、それを根拠データとしても良いのかどうかって、どういうふうに考えたらいいのかなというところがまだちょっとよく整理できていないので、2025年度の、始まるまでにお答えが見つかればいいなと思っているところではあるんですけれども、ちょっとすみません、まだ整理ができていないです。はい、すみません、ありがとうございます。では、ちょっとまた、質問がありましたので、そちらに移りますが、これ、コーラスの機能についてだと思いますが、次期間の著者が責任著者か共著者なのか、区別はできますかと、取得した情報で、そうですね、はい、ということですが、神野さん、いかがでしょうか。こちらも、マークさんに伺いたいと思います。マーク。Thank you. I see the question. There is one, the authors of the article, there is one group of authors for the article, and then there is another group of authors for the data. So it is possible to then see who the author in the data is an author of the article, where they are the same. I think the question is much maybe general question. So in the authors of the article, let's say we have like four people in the authors column. Is it possible to know whether one person is the corresponding author or they are a secondary author? Do you have that data inside Chorus's data set? No, we don't have the, we just have the authors listed, not whether they are the corresponding author or not, because that information does not come through from Crossref. Okay, thank you. こちら、ご質問いただきました、自費間の著者が責任著者か共著者なのかの区別なんですけれども、残念ながら現時点ではクロスレフから、取得しているデータの方に責任著者かどうかという情報が含まれておりませんので、今ご提供しているデータの中では残念ながらその責任著者かどうかというのは判断がつかないということです。 But it is something that we can look intoAnd we can get back to the group. 今後の、はい、課題として検討していきたいということです。 Thank you, Mark. ありがとうございます。もう時間が来てしまいますね。どうします。最後クロージング、マークさんの方から何かされるんでしょうか。今最後に一つご質問が。あ、来ました。ごめんなさい。はい、はい、ありましたね。論文出版情報集約システムを構築する理由、目的を教えてください。あ、すみません。千葉大の方のご質問ですけど、お願いできますでしょうか。はい。まあ、ちょっとスライド上でも少しお話ししたんですけれど、やっぱり研究者の方ってもうすでに忙しい
し、これで追加の負担が増えてしまうってなると、やっぱりちょっと登録までのハードルが高かったりするので、そういうふうな形で、集約システムを使って自動で登録するっていう方法が増えていくことによって、まあ、研究者の方になるべく負担をかけずに、この政策の要件を満たすっていうことを目指して、まあ、作るということを考えておりました。これでよろしいでしょうか。ご質問された方は。はい。では、もうちょっと時間も過ぎてしまいましたので、これで、終了とさせていただきたいと思います。じゃあ、マークの方から、はい。はいはい。Mark, can you close the event? Yeah, sure. Well, thank you very much indeed, everybody. And I really appreciate, or we really appreciate, Mr. Seki to moderating the session and the four speakers who kindly shared their work, their use cases with the group. And thank you also to the group, the participants who registered for the information to join the meeting today. If you would like any more information about CORUS, then please contact either me or Ms. Gino on this email here. And thank you very much indeed for everybody joining today. And that closes the meeting. 本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。これでイベントを終了させていただきます。ありがとうございました。すみません、私もちょっと今日この後予定がありまして、これで失礼させていただきます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you very much to you all. Very much appreciate it. And we had 52 people join the meeting in total. So very good. Thank you very much indeed. Appreciate it. Okay. Bye-bye. See you. Bye-bye. Bye-bye.ありがとうございました。皆様も ご協力いただきまして、どうもありがとうございました。 Thank you, Mr. Seki. あ、じゃあこれで一応終了。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。I think that was okay. Yes. Excellent. Thank you very much indeed. We'll put the recording on the website and the presentations as well. And yes. Let's just look through the questions to make sure we've answered all of those. Thank you very much, Mami. Appreciate it. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye.